福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA、 そして打席には内川が入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ早いうちから点差があると楽。バッターサードうまくさばいてアウト、ワンアウトです。ワンアウトランナー二塁と変わっています。8番バッター内川、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、入りました、ノーボールツーストライク。打った、これは大きい、伸びていく、レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、ワンアウトからランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。7番バッター宮崎、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちりしまソフトバンク打ちに打ちました、大量リード。